横浜ミックス1試合目お願いします。まず本日は横浜新助パークミックス1試合目ビブナッシュチームからのスタート。今度は白チーム右サイド相手を引きつけてのパス、ここを狙っててビブナッシュ黄色チームのキーパーからまずはゆっくりと立ち上がりやボールをつないでいく。白チームフォアスラーズ後方で回してパスコースを作り前半前線の動きを見ていく。内防ここは通ったナイスゆっくりとつないで最後は一本のパスで決めてた白チーム中央からビームラッシュボールでお願いします。ありがとうございます。まずは白チームが先制。白チームを最終ラインでゆっくりと回していったがギアを上げて一方のパスでシュートへとつなげてきた。内防ワンタッチでここを抜け出せるか。ヒールで落とす狙っていた。ナイスカットビブナッシュボールです。ビブナッシュチーム右サイドゴール前固める白チームパスを出していくが通さない。白チーム左サイドで展開ビブナッシュ一人かわしてここはかわせず食らいついていく。白チームナイスカット右サイド引きつけてナイスカットよくボールの動きを見ていた。もう一度白チームシュートフェイントかけて左サイドナイスシュー白ボールです。白チームの攻撃からいきましょう。ナイスシュー、ナイスブロックビブナッシュ落ち着いてボールをつないでいく。ここで、両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。ビブナッシュボールからリスタートでお願いします。立ち上がり高い位置から内防高い位置からプレッシャーをかけていくビブナッシュここ白チームがプレッシャーをかけるがビームラッシュチームがターンのナイスシューナイスキー高い位置でボールはもう一度ビームラッシュチーム引きつけていく相手を引きつけてパスがパスコースを探していく一人かわしてもう一度白チームが終わった3対1ここは数的優位を生かしてナイスカットビブナッシュチームを数的不利の状態でしっかりとコースを切ってボールを奪ってきた。ナイスカット白ボールです。白チームの右サイド左サイド内部内部逆サイドよく見ていたここに一人ナイスしっかりとキーパーの位置を見て右サイド隅にゴールを決めてきた白チーム。それではビブナッシュボールからリスタートお願いします。左サイド白チーム特定の勢いに乗ってプレッシャーが速くなってきた。ここで両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。白ボールからいきましょう。白チームのキーパー左サイドここはビブナッシュのプレッシャーが速いうまくかわして左サイドへ内防左サイドから中央うまく入ってきたポジショニングを取る内防ナイシュ内防ナイシュナイスキーしっかりとキーパーも目の前のボールよく反応してきた。ナイスカットビブナッシュボールです。ナイス動きです。ナイスカット
こう体を入れて、ビームラッシュ頑張る。もう一度、こぼれてきたところ、ナイスキービームラッシュボールです。白チーム、体を使って、全身を使って、ゴールを防いできた。キーパーを使うビームラッシュ。パスコースを作っていく。前で動いて、こうカットした。白チーム、キーパーが出てないです、キーパー。キーパーが出ているが、キーパーもよく反応。白チームも、早いリスタートで、シュートを打っていったが、ナイボー判定して、左サイド、フリー。ナイスシュー、ナイスキー。ここを詰めているが、ナイスキー。しっかりビームラッシュも詰めていたが、これラストワンプレイでいきましょう。ラストワンプレイです。ラストワンプレイ。ビームラッシュボール。手前で入れてきた。白です。お疲れ様です。はい。大丈夫ですかね。じゃあそれでは横浜ミックス2試合目お願いします。まずは立ち上がりがどんどんと仕掛けていきましょう。ドリブル、パス。多少長くても気にせず、どんどんと後半、後方からでも打っていきましょう。高い位置奪った。そのままシュート欲しい。奪ってから、ディフェンスを引き連れながら、ナイスターン。ここは、拾った、白チーム。ね、惜しい。ここは決まったかと思ってしまったが、最後触りましたね。じゃあ白チームで行きましょう。ここはキーパーもうまくかわして白チームのゴールかと思いきや、ビームラッシュボールです。白チームカット、高い位置奪って3対2、左サイドへ展開。ここはビームラッシュボールです。ビームラッシュボールか、左サイドから右サイド、ナイスカット、ビームラッシュ、2対2、逆サイドナイボー、ここに出てきた、ナイシュー一本のカウンターのパスでしっかりとゴールで見つめてきたビームラッシュチーム、白ボールでお願いします。最後はしっかりキーパーの位置を見て右隅にゴールを決めてきた。白チーム奪ってここで逆サイド見ている、ナイスキーパー、もう一度ビームラッシュカウンター、ナイスキーパー、ナイスキーパー、キーパー2対1という状況だったがしっかりとコースを切ってボールに反応してきた、ナイス隙をついてビームラッシュ、最後は足先でゴールを決めてきた。白ボールからお願いします。ごめんなさい、ここでキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。ビームラッシュボールからいきましょう。あれ、しましたっけ、ごめんなさい、しましたっけ、ナイスゴールが空いたところをしっかりと決めてきたビームラ、あ、白チーム、ビームラシティのリスタートでお願いします。うまく引き付け2人をかわしてきたビームラシティ、逆サイドナイボー、2人を引き付けて惜しい、
ワンタッチ、キーパーが出ているのを見ながら、ワンタッチでゴールを狙っていった。ナイスカット、ビブラッシュボールです。ナイスシュー、ナイスキー。ここはナイスボール。しっかりキーパーの上がりを見て、しっかりとパスを決めてきた白チーム。よし、ビブラッシュボールからお願いします。ごめんなさい、ここでキーパー交代お願いします。キーパー交代お願いします。白ボールからいきましょう。大丈夫ですか。白ボールからリスタート。ナイス動き出し。ここに2枚入ってきた。1人かわせるか。もう一度白ボールにして逆サイドシュートをなじる。ここに詰めてる白チーム。今度はビビらしい。一度使って間を抜けてきた。惜しい。ナイボー。逆サイド、そのままシュート、ナイス。右サイドフリーになったところ、ゴールを狙いしました。右足へのシュート、白ボールからリスタートお願いします。ラストワンプレーです。ラストワンプレーです。ラストワンプレー、どちらが得点を取って終われるか。ビーブなし、ここは白チームがカットできるかというところ。ビブナシがもう一度自らのボールしていく。もう一度白チーム、ナイスシュー、ナイスキー。しっかりと足を通してラストワンプレー、ここでシュー。シローです、お疲れ様でした。じゃあ横浜ミックス3試合目お願いします。横浜ミックス3試合目、ビブラッシュボールからスタート。3試合目、シンスケパーク横浜の総合屋上で開催しております。ライブをワンタッチで惜しい。ビブラッシュボールです。ビブラッシュチームのリスタート、キーパーを使ってまずは中央、相手1人かわしてパスコースを作っていく。ボールと味方を動かしてスペースを活かせるか。キーパーのナイスフォロー、縦一歩、白チームがナイス。相手の距離を取ってかわしていく。逆サイドナイスボール、ナイス股抜き。右サイド駆け上がり、ナイスシュー、ナイスキー。落ち着いてビューラッシュ、細かくつないで股を抜いて中に入れてきた。ナイボー、ナイストップ。そのままシューでいけるか、ナイスシュー。一本のパスをキーパーとの1対1、落ち着いて決めてきた白チーム。それではビームラッシュからリスタートお願いします。ビームラッシュ後方でつないで白チームプレッシャーをかけるが、ここをうまくパスを回して返してくる。キーパーもパスコースに入って攻撃に参加。次出たらキーパー交代お願いします。ビビナッシュ、相手の距離を取って足を出せないようにボールを守っていく。中央右サイドへ練習、これでキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。ビビナッシュのコーナーキックからでいきましょう。お願いします。ビームラッシュ、ナイスシュー。
よく守った。逆サイド、しっかりとコースに入ってた。白チーム。遠目からのボールもしっかりと反応した。ビームラッシュ。細かいところ、ナイスシュー白チームがゴール前に密集していたが、ここはビームラッシュチーム。左足でのシュート。中央から、ありがとうございます。白ボールから、リスタート。白チームもゴール前。壁を作っていたが、見にくいところから左足でのシュート。四角を使って、ゴールへと、ナイス高い位置で奪って、自ら決めてきた白チーム。ビブラッシュボールからリスタートお願いします。まずは決められた時こそ、落ち着いて攻撃を立て直していきましょう。ナイスカット奪った。先ほどと同じように高い位置でボールを奪う。ビブラッシュボールです。ビブラッシュボール、右サイド。ワンタッチで出てくる、惜しい。相手の意表をついてワンタッチで進んでいったが、ここは惜しくも流れてしまう。次出たらキーパー交代お願いします。ナイスカット。よく足を出した。惜しい。ここでキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。白ボールからで、ね、行きましょう。縦一歩パス。反転して、ここを狙っているビームラッシュ。左サイド一枚また抜いて、自ら行く。ナイスシュー、ナイスキー。白チームも最後シュートコースに入って足を出してきた。ワンタッチで逆サイドの展開。惜しい、ナイボー。白ボールです。白ボールから左サイド、ナイストラップ。トラップで前を向こうとしたところビブナッシュも反応。キーパー落ち着いて、ナイスフィント。白チームもしっかりとコースに入って、奪ってからナイスシュー、ナイスキー。白も微妙なチームしっかりとした、ナイスナイス3点、ナイスシュー、ナイスキー。奪ってナイボー、ナイスサイドへの展開、中への折り返し、シュートも完璧だったが、キーパーがナイスキーパー。惜しい、ナイボー。ラストワンプレーです、ラストワンプレーです。ラストワンプレー、シュートを決めて終わってほしい。ナイボー、ワンタッチで逆サイド。終了です、お疲れ様でした。横浜ミックス4試合目お願いします。横浜ミックス4試合目、白チームからスタート。ナイスシュー、ナイスキー。白チームも最後の試合も立ち上がりが仕掛けてくる。ナイスシュー右足への強烈なシュート、先ほどキーパーを止めたが、今度はゴールネットは吸い込まれていった。ビブナッシュボールでお願いします。あとこちらも30秒経たないところで白チームが先制。まだ時間はたっぷり残っている。ビブナッシュチーム、まずは1点。ゴール前奪った、キーパーをかわせるか、惜しい白チームからいきましょう。白チームのキーパーか、一度前方ナイスボール。キーパーからワンタッチでパスをつなげていく。を奪って白チーム、キーパーナイスキーパーはしっかりと前に出て反応したが、ここは後ろへとボールが流れていってしまった。ビブナッシュのリスタートでお願いします。まだ1分半というところ、残り3分半、まだまだ逆転のチャンスは
白チームしっかりと後ろでポジショニングを取っていて、ナイボー縦に抜ければ惜しい。白チームをよく前線走っていた。ビビナッシュチームのリスタート、左サイド股を抜いて抜けてきた。左サイド中央へ折り返し、ナイシュー左サイドを抜けて最後中央への折り返し。ここで両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。白チームのリスタートでお願いします。4試合目を白チームが先制し、ビブナッシュチームが追いつく展開。大丈夫ですか、大丈夫ですか。そのビブナッシュボールでいきましょうか。大丈夫ですかね。一本のフェイントでトラップと同時に相手を突き放す。ナイスボール、ナイスカット。ビブナッシュ中央からもう一度右サイド、ワンタッチワンタッチでつなぎていき、最後はダイレクトでシュート。ここは白チームのキーパーを反応できず、白ボールからリスタートお願いします。ここはビビナッシュチームダイレクトでつないでパスをナイス勢いに乗ってきたビビナッシュチーム。まだ得点したから10秒経ってないところ、現在3対1、ビビナッシュチームが逆転し突き放していく。ビビナッシュボールから、ナイスカット、高い位置奪った。キーパーを見てほしいキーパーの位置を見て浮かしてきたが、左サイド少し逸れてしまう。キーパーは1対1になったところ、よく飛び出してポスコースを限定してきた。ここはポストに救われた。白ボールです。白ボールリスタート。ここで両チームキーパー交代お願いします。両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。ビブラッシュボールからでお願いします。勝った、ナイスシュー。白ボール、あ、白ボールじゃない、白チーム立ち上がり、高い位置からのプレッシャーでボールを奪う機会が多くなってきた。ナイボー、よく見てナイボー、ない、ワンタッチでつなげてきた。ビビナッシュボールです。狭いところワンタッチで抜けてくるビビナッシュ。ここは白チームが反応、タッティーナイボー、キーパーが惜しい。白ボールです。体を使って相手との距離を測る。足を出せないポジション取りをしていく。ナイス、惜しいこれ左サイドからのナイスラストパス。前線もしっかりと対応したが、惜しくもポーにポストに当たってしまう。ワンタッチナイボー、ナイス、ナイスブロック。奪って味方に預ける、かわしてそのままシュート。もう一度ビームなし、キーパーまだ戻っていない。中央しっかりとキーパーが出ていた分も埋めてきた白チーム。ラストワンプレーです、ラストワンプレーです。ナイスキープ、奪ってもう一度ビビナッシュボール、右サイドから折り返して惜しい、終了です。お疲れ様でした。